日のドライブのお供はですね、こちら S660 のアルファを運転していきたいと思います。はい、上級グレードなので、まあいろいろね、 S660 運転すること自体も初めてなので、ドライブ楽しんでいきます。はい、じゃあそれでは出発進行していきまーす。はい、今日は助手で助手でなおちゃんが横に乗ってます。チェイサーのなおちゃん、あ、そっか、ミッドシップエンジンやけん後ろにエンジンがあるけんね。え、すごい、うん、はーい、行きまーす。はーい、お、え、音がなんかすごいよ。音が近くでめっちゃ感じられる。めっちゃあいにくの天気なんやけど、土砂降り土砂降り、ちっちゃシンプルに、ね、シンプルにちっちゃい。結構車来る、うん、気をつけてね、うん、ミッドシップエンジン乗るの初めてかも。うちも初めて、うん、ガタってなりすぎる。ね、まあ、ちなみに今回お車を貸してくださった方のですね、オーナー様の、オーナー様も YouTube をしておりまして、そちらの方のですね URL も貼っておきますので、皆さんよかったらそちらの方もチェックよろしくお願いします。お、めっちゃ運転しやすいよ。いい感じ。なんかね、うん、ギアもねめっちゃシコシコ入る感じ。うん、なんか今回は紫にしました。この前何色やったっけ。ピンク。ピンク、なんちゃんピンク質問コーナーのやつはピンクだね。あ、そうやったね、うん、過去に12月頃にね、年末に NG なしで答えるような動画を出したんですけど、その時はピンクです。なおちゃん登場回、気になる方はぜひ見てくださいね。いろいろちょっとね、はっちゃけた質問に対しての答え頑張ったので、そうね、見てあげてください。ビビッと。なおがね、チェイサー乗っとんやけど、いや、チェイサーは割となんかゆっくり運転する感じやん、うん、ゆったり、うん、でこっちは S660 は割とスコスコスコって、なんかちょっとね、機敏に運転した方が楽しめそうな車の感じがする、うん、いいな。だけどどっちかというと、うん、チェイサーかロードスターかって言ったら、まあ、ロードスター系になるんかな、うん、っていう感じ、うん、同じオープンカーや植木さんロードスターやけんさ、ロードスターと比べてって考えたらやっぱいろいろちょっと違うよ。なんか、うん、なんかすぐギア変えないけん。これ
うちもすぐギア変えよる。いや S660 やっぱちょっとやっぱ軽自動車やけんすぐ変えないけん。でもこれ6速マニュアルやけんね。あ、そう、6速、うん、6速よ。6速運転したことない。いや、あの6速 の、 あの車を運転しても6速に入れたことがない、うん、あ、そうなんだね。ビビッと。今からどこに連れてってくれるんですかね。今から、うん、今からは、うん、山道走行に向かっております。イエーイ。いや、 やっぱさ、車ってさ、やっぱね、運転して楽しいって思えるのがやっぱいい車やん。そう、見て楽しいもいいんやろうけどさ、うん、せっかくウィキさんスポーツカー好きっていうのもあるし、うん、今回のお車も、うん、あ、どこ回っとる回っとるよ、がっつり。いや、今回の車もさ、うん、で、せっかく の、 あの軽自動車のね、しかもね、うん、スポーツカーということやけん、やっぱね、山道走行してさ、感想を言った方がね、いいね。うん、視聴者の方も求めてるんじゃないかなと思って、うん、ヒートヒーターとかをね、搭載しているオープンカー乗り思いの、うん、こういうなんか構造いいと思う。構造設計？ギアが忙しい。思うけど。あ、でもね、あれよ。真ん中のね、窓のところ開くんよ、この。え、どこ？ここの。ここ？後ろの。後ろ？これ？うん、あの、四角くなっとうとこ。あ、これ？あ、違うわ、これ。うん？どこどこ？これ？あ、そ、あそこ。嘘？そこ開くんよ。ここどうするの？ボタンがあるんよ。これ押していい？あ、リアって書いてるかな。待ってよ、開けてみる。うん、いいよ、いいよ。雨ちょっと止んできたしね。うん。行きまーす。はい。わ、すごい。開いたの？開いた。開いた瞬間見えた。開いた瞬間。いや、見えてない。動画のガラス片やったかもしれん。斜めっちゃった今。もか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 。せーの。おお。ペッペリ。あ、やばいやばい。すごい。すごいね。めっちゃ可愛いんやけど。ねえ。ちょっと5速入れてみよう。はい。お願いします。おお。6速はちょっとね、まだこの道だったら必要ないかもしれない ね、 うね、うんうん、でもやっぱさ、軽自動車でもなんかスピードをちゃんと出せるように多分6速とかの設定があるやろね。ステアリングが革張りになっとったり、うん、シフトノブが、うん、なんかこういうちょっとね、何ちょっと合皮っていうかな、これは本革とかじゃないと思うけど、なんか革なっとったり、なんかこうね、色使いも結構いいよね。この革めっちゃいいんやけど。あ、本当？今編み出した。今編み出した。これ良くない？やっと編み出してくれた。うん、これいいわ。これか、これいい。ナホの体勢すごいけど、うん。え、なんか乗ったら結構いいって思う。本当？じゃあロードスター乗り換えませんけど。山道走行入りまーす。はーい。軽快にね、加速してくれる。良さそう。いいよ。あ、帽子を。あ、めちゃくちゃ運転しやすい。あ、いい。ハンドルめっちゃ軽い。軽い。うん。後ろからエンジン音を感じるけん、なんかめっちゃやってるんやけど。走ってる感ある。うん、めっちゃ走っとる感ある。いや、速いし。あ、いや、めっちゃ楽しい。ちょっと。楽しい。やばい。ぜひ、なおも運転してほしいくらい楽しい。めっちゃ楽しいよ。あの、なんかね、うん、アルファとベータってあるんよ、うん、なんかそういう S660 ってさ、うん、で、そのアルファとベータはなんかどう違うかって言ったら、うん、まあその走行面では、うん、あの調べたところそんなにね、なんか大差ないって、うん、まあ違うのは見た目だけなんやけど、まあ、走りだけで、うん、走りの面だけ考えて、うん、何、見た目とかそんなこだわりませんみたいな感じやったら、うん、なんかね、アルファとベータ新車で買ったら20万くらい差が違うらしくって、へえ、うん、いや、こういう走りだけやっぱ主に楽しみたい人はベータがおすすめ。200万以下でベータは買えるって。へえ、そうなんですね。アルファは200万ちょっと超えちゃうみたいな。うん、はい、着きやした。はい、着きやした。皆さん見てください、
駐車してる画角ですよこれ。真剣そのもの。うん、シャッチャー三種。全部カミカミよね。ダメや。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。準備がよろしくて動画映えのためだけにね、うん、これを履いてきたっていう持ってきました持ってきましたピンクのかわいいやつかわいいやつお似合いでこれでさ、うん、身長がさいや167センチでさ、うん、もうこれ履くけんさマジで175センチぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいうちと並んだら小人よねうちが全然身長が違うもん、うん、小人小人すごいなんかちょっと新鮮な画角新鮮な画角ロードスターじゃないとこから出てくるけはいじゃあドライブ楽しんできましたイエーイ、まあ、今回の、まあ、動画ドライブ楽しみすぎて結構ドライブ動画を何分も結構撮ったので、第1弾がドライブの動画 でこの後第2弾にあの車紹介という風に続きますので続きの動画皆さん楽しみにしていてくださいはい雨降るかなどんなやろうねちょっと曇ってっ雨が雨降らずに持ってくれるというのを信じて、次の動画ではなんかこの、ね、S660 オープンにしてみたりちょっとしようかなと思いますので、はい、なんかいろいろこれを、ね、収納する場所が結構特殊やったりするんで皆さん続きの動画楽しみにしててねはい、まあ、運転した感想は、まあ生まれて初めて、まあ、ミッドシフトエンジンという、ね、エンジンを体感したんやけど後ろから音が聞こえてくるけんめっちゃ走るときもやる気になるしなんか車が軽いしなんかもうギア忙しいしで、まあ、結構なんか走るのには楽しい車だなって思いましたはい、じゃあ最後にこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとそしてチャンネル登録よろしくお願いしますはい何か感想ありましたらコメントじゃんじゃんお待ちしておりますそれではまた次の動画で会いましょうおつみきでしたまたねー S660 アルファでしたバイバーイ